全国社会人サッカー選手権大会第2回戦 AS ラランジャ京都対プリオベッカ浦安の試合ご紹介をいたします。両チームともこの前者を勝ち抜かなければ地域 CL にはいけない、そんな勝負分けの2チームの対戦です。試合はプリオベッカ浦安が押し込む展開となり、27分に井川選手のゴールで先制、さらに45分井上選手、76分に村上選手が追加点を決めて3対0、 AS ラランジャ京都に勝利をして3回戦に駒を進めました。ではプリオベッカ浦安津波聡監督のインタビューをお届けいたします。ブリオベッカ浦安津波監督にお越しいただきました。もう一試合一試合本当に消耗戦なので、とりあえず今日も全員で、一つになって戦って結果が出て次に進めるということは本当に良かったというふうに思っています。関東リーグ自体がすごく厳しい戦いというイメージがあるんですけど、それを終えてからの選手の状態はどうですか？そうですね、関東リーグは今年6位というちょっと不甲斐ない結果に終わってまして、それは本当自分の統率力不足でチームが良かったり悪かったりがこう波が激しくて苦労してたんですけど、ここに来て少しチームがこう精神的に安定してきているので、あとまたシーズン中に無理しても使ってきた若い選手たちが交代選手で入っても安定感を見せてくれていることがチームの力になっているので、そういう面では成長をしてこの大会に臨めているかなというふうに思います。津波監督ほどこうメディアで活躍をされて、でこういう地域で本当に現場で長く指揮を取る方珍しいと思うんですけれども、どういうこだわりとかどういう信念を持ってやってきたのか。いやいや、もう僕もサッカー大好きですし、選手としてはその自分の技術を伸ばすこと、成長することにずっと努力してきましたし、で監督という商売を J リーグでやりましたけども、全然うまくいかなくて本当難しい仕事なんですよ。でそれをやっぱりもっと知りたいということが強い気持ちの中にあり、信念というよりはもうそこの世界を極めたいというか、そういうただ一日一日勉強の日々で、カテゴリーは関係なくみんなと共にこう対象者が違うと指導の仕方も違いますので、そういう意味では選手たちが輝けるように今どういうことをしたらいいのかなというのは今も学んでいる感じですね。ありがとうございます。じゃあ次も楽しみにしています。はい、ありがとうございます。一日でも長くいられるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。